毎度チコラムチャンネルです。今日はね、久しぶりに兵庫県の稲川町の方に、クワガタムシをとあと他の、いろんな昆虫採集をしに来ています。でね、ちょっとね、ちょっと太陽が上がる前に、出発したかったんですけど、ちょっとね寝坊してしまって、ちょっと明るくなってきたんで、ちょっと撮れるか微妙ですけども、とりあえず行ってみたいと思います。レッツゴー。聞こえますでしょうか。ホトトギスがホウホケキョと鳴いてます。聞こえるかな。近くにホトトギスがいますね、多分これ。今日は、野鳥観察じゃないので、昆虫採集の方行きます。さあね、ここら辺からはちょっとクヌギの木がちらほら見えてくるので、ちょっと見落とさないようにね、これちょっと見ていきたいと思います。あの本命のスポットというかポイントにはもうちょっと先になるんですけども、ここら辺でも採取した、私実績がありますので、ちょっと観察しながら行きたいと思います。皆さん見えますでしょうか。歩いてたらこんなところにサワガニ見つけました。あれ、怒ってますね。あれ、サワガニゲットやけど今日は逃がしてあげよう。ねえ、バイバイ。そしたらね、そろそろよく、カブトムシがおるポイントに近づいてきました。でも明るいから行けるかな。とりあえずちょっと一通り見ていきたいと思います。ほらね、クヌギの木ですね。見えますでしょうか。あそこにクワガタいてるな。わかるかな。またいてるけど、ちょっとね、これ写真撮り、カメラ回しながらやったら。採取できそうになる。ちょっと一回カメラ、撮影中します。ちょっとね、もう少しで撮れそうやったんですけど、もう昨日の中に完全に、入り込まれてしまいました。ちょっと残念ですけどね。ちょっとこいつに関してはもうちょっと諦めて、ちょっと違うところ探しに行きます。とりあえずね、ちょっとね、気を揺らしたらこの立派な、水牛タイムの動きで、落ちてきました。なかなか立派なノコギリでね、これかっこいい。いった。よっしゃ。ノコギリゲット。立派。ありがとうございます。ということでね、今日の、成果は、
このノコギリクワガタ、一匹だけでしたけども、ちょっとね、今年度初のノコギリ、さらにね、ちょっとこのハサミがかっこいい、マジで。なんで今日は、ノコギリクワガタ取れてよかったですね。よいしょ、逃がしたろ。はい、この毛に。